はい、ではよろしくお願いします。まあ、5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第20回目で始めたらいいの。20回目ということで、一つの節目、もう10回目を迎えたかなと思ったところを、また、さらに20回という、4月から始めまして、まあ5ヶ月ですかね、近くなりますが、なんとか20回を迎えることができました。本日はですね、まあ、20回の記念と、もう一つ、また、来週と言いましょうかですね、次の週なんですけど、ちょっと、私のシフトの予定で、ちょっと休みが奪われてしまいまして、連続収録ということになってしまいますが、皆さんよろしくお願いいたします。本日、この放送ですね、日曜日に、12時半から始まりますけれども、リスンラジオとかですね、マイチューナーラジオというスマホのアプリを入れていただきますと、遠隔地からでも聞くことができます。で、また、画像等をご覧になりたい方は、YouTube、こちらが、当日配信されますので、ご参考にしていただければと思っております。でですね、先週なんですけれども、まあ、東海抜渓谷退場、まあ、首里退場のことでですね、お話をしてまいりました。で、一番最後ちょっとこう、駆け足になったんですけれども、まあ、サッカーに限らず、人を噛みつつくというのは非常に良くないことなんですけれども、まあ、サッカーのこの退場に関する項目でですね、まあ、ある方がこう、きっかけで、項目として加わってしまったというのがありまして、人を噛みつくという文言が入ったんですけども、まあ、先週もキャンさんにお答えいただきましたように、例のスアレスさん。はい。ね、もう、しかも、まあ、ジダン選手3、まあ3です。今の現在だと。あの方の時もそれ共通点がありまして、相手がなんと、イタリアのチーム。まさかのですね。ね、なぜまあ、イタリア、まあ、なんかこう、上手に、なんていうんでしょうね、こう、仕掛けるのが上手いのかどうかわかんないですけども。結構守備的なチームだからっていうのもあるんですかね。それがやっぱこのポイントであるこの選手をどうにかすれば勝てるっていうのが、まあ、現実的にあって、それでいくつかの場面で仕掛けて、最終的にこうカットなってやってしまうのかななんていうのと。まあ、ジダンさんは最終的にもカットなってこうやってしまったっていうのはわかるんですけど、攻撃の場面で、まあ、相手のディフェンスを噛みつくっていうのもなんか、すごいことではありますけれども、まあ、実際そのね、プレーの中ではぜひそういったことはやらないように、こうフェアプレーで、まあ、プレーをしていただきたいというふうに願っております。まあ、多分自分もその場で遭遇したら多分こう、瞬時には対応できないかもしれません。あまりにもこう、急すぎて。まあ、でも一応こう、冷静に判断しなきゃいけないので、できるだけフェアな試合を自分も鑑定していきたいと思っておりますので、チームの皆さんよろしくお願いいたします。で、まあ、あとで、ね、退場に関してですね、まあ、めったにこう、一般のレベルの試合ではないと思うんですけれども、ちょっと画面を開けてみますので、ちょっとお待ちください。まあ、なんて言うんでしょうね、こう、同じ試合の中で、こう、二つ目の警告を受けるっていうことは、まあまあ、あります。それはもう、あるんですけども、その、カッコ3のところでですね、VAR、VOR に入るとなるんですけども、先にまあ、
お話ししておくと、試合会場のところで主審が、こう、ビデオアシスタントレフェリーから、こう、助言が入って、それでこう、見てくださいっていう時のあのエリア、第4の審判員の座席の、まあ、大体真裏にあるんですけども、モニターが用意されていて、そこで見るところはビデオ、オペレーションルームと違って、ビデオなんだっけな。一瞬ちょっとど忘れしまいました。ちょっとですね、一瞬ど忘れしました。そこで一応見るんですけども、そこに入ってしまうとか、すると、警告になるんですけれども、この、ビデオアシスタントレフェリーとか、ビデオアシスタント、あ、ビデオ、アシスタントレフェリーのその、サポートしている部屋ですね。そこがビデオオペレーションルームって言うんですけれども、そこにこう、入ってしまうと、退場になってしまう。まあ、おそらくこう、過去にそういう事例があったんだと思うんですが、大抵の大きな、まあ、ワールドカップとか、そういう試合になりますと、このスタジアムとは違う別な場所で、それが行われているので、あんまりこのチーム関係者が入るっていう事例は、多分まあ、起こりにくいと、いうふうに思っているんですね。で、これは規定に入ったってことは、多分同じスタジアムの別室に多分設けられていて、そこに入ったのかなというふうなことしかまあ考えられないので、まあ、現実も私たちがやるような試合では、まあ、こういう VAR 制度がないので、まあ、心配はないんですが、まあ、これが規定されたということは、まあ、多分関係者が入ったんだろうという事例があったので、IFAB とか FIFA がこれを付け加えたんじゃないかと。まあ、滅多にないものなんですけどね。で、まあ、元に戻りまして、まあ、本日第20回目はですね、会場となる観測の、まあ、続きとですね、その他、まあ、審判員が、この、選手、競技者のみならず、その、チーム役員に対しても、まあ、一定の、この、懲戒罰を加えなきゃいけないっていう場面。それと、まあ、余力がありましたら、この審判員が、こう、気にしなきゃいけないことも、また再度、お話ししてみようと考えております。でですね、次の画面が、もしかしてもう一つの画面に開いて、あ、出た。で、こちらですね、3番目にチーム役員というものを述べます。で、まず、最初に乱暴な行為なんですけれども、これはですね、プレーのこのボールが動いているところのみとは限らないということです。なので、フィールドのこう、ボールのあるところ以外のところで、まあ、個別にこう、両チームの各選手がですね、何らかの、まあ、きっかけを持って、で、相手を殴ったりとかですね、そういったことが行われることもありますので、ちょっとしっかりとこの、まあ、監視をする、ちょっと硬い言い方ですけれども、まあ、監視をするということが必要になってきます。なので、実際揉め事があるのは、そのボールのプレーされている、まあ、俗に言う争点という言い方をするんですけども、その争点の場所には限らないということです。ですので、主審は、まあ、主審は基本的に、まあ、争点を中心にしか見えない、まあ、それしか見ることが、まあ、できないのでね、360度見ること不可能ですので、基本的にはボールを中心にしか取り組みます。ですので、それに関わってない反対側の副審、それとか、まあ、第4の審判員が全体を見渡して、いつでもこう、主審を援助できるように、情報収集をしていただきたい。ということでお願いしたいですね。で、こちらにも書いてありますように、プレイ中のみとは限りません。まあ、プレイが止まっているところ、状況であっても起こり得ます。で、こういう乱暴な行為が行われる、まあ、場合として考えられるのがですね、その、乱暴な行為が行われる、その前後のプレイ、まあ、前後、後っていうのはあまりないけど、前ですね。何らかの、その、プレイの接触、もしくは、お互いのこう発言とかですね、様々なその状況の中で、それがこうストレスになって起こってしまうってこともありますし、その一定の何らかのファウルがあったと、反則があったと。で、それの、がきっかけにしてこうヒートアップしてしまう。いったことがありますので、非常にこの、いつそれがこう、沸騰するかっていうのがもうなかなか、
見極めるっていうのは難しいんですけれども、ちょっとまあ別な話ですが、ダゾーンの方で、ジャッジリプレイというまあ番組があります。そこはまあ J リーグとかですね、の様々な実況プレイに関して、まあ、家元さんという元国際審判員の方が、関与してですね、いろいろとコメントしていただく。あと、元 J リーグのプレイした選手とかがですね、まあ、来ていただいて、いろいろコメントして、このプレイに関する、まあ、観測の内容とかに関して、いろいろコメントする番組があるんですけれども、そこでもありますように、ファウルをした後の、その選手がすごい、被害者として興奮している状況があった。で、そこを、まあ、そのプレイに携わった主審が上手にこう、入って、その興奮度合いをもう下げたという、こう、非常にいいナイスジャッジっていうのがあったんですけれども、どんな場面でその起こり得るか、非常にこう、難しい場面。ですけど、一応、その、被害者となる選手の、まあ、表情とかですね、その、体の動かし方とか、そういうのを見て、こう、あ、この人ちょっとヒートアップするなっていうのがあれば、まずそのファウルをした選手に対応するのも大事ですけれども、まずその興奮しつつある、被害者側の選手に対してこう一つ、なんていうんですね、クールダウンさせるような、というんでしょうかね、その冷静になってもらうように、まずこう対処していって、それを制止して、こう、彼がもうその、まあ、余計な興奮をしないということが、まあ、自分自身認識できたら、その後、まあ、警告を出すなり、まあ、注意するなり、こう、対処するっていうのが、まあ、一番いいのかな。まあ、ベストではないけれども、ベターかなっていうのがありますので、ね、非常にこう、試合を荒れさせないためにも、この選手がまた、フェアプレーに戻るためにも、こう、マネジメントの大事さが、あ、主審には非常にこう、なんていうんでしょうね。大事な部分にもなってきます。で、次にですね、カッコ2で、攻撃的な、侮辱的な、下品な発言や行動。昔は下品な発言や身振りっていうのが、表現としてあったんですけれども、数年前に発言や行動という文言になりました。例えば、攻撃的なっていうのがありますので、例えば、殺すぞとかですね、なんかこう、そういう、人を、傷つけるような、言葉ですね。こういったものとか、あと、よくあるのが、中指をこう、一本だけこう出す、そういう、ジェスチャーとかですね。で、あと、首をこう、指で横に動かして、こう、するような、行動ですね。あんまりこう、具体的に言うとあんまり良くないので、聞いてる方はちょっとわからないかもしれませんけれども、そういった、行動ですね。それは避けていただきたいということと、あと、日本に来てる、外国人の、方で、サッカーをしていて、日本人の私たちにはわからないだろうということで、その、外国語で、そういう、良くない言葉を使って、こう、抗議しているというんでしょうかね。いう場合もあるんですけれども、わかる人はそれで対処できるんですけど、私なんてこう、スペイン語とか、英語とか、その辺のことは、あまりよくわからないので、一応抗議してるなっていう、この、大まかなものは感じ取れます。ですので、それで、一応私も日本語でなだめていく。ですけども、それでも聞かないときにはもうやむなく、イエローカードを出すこともありますし、周りの同じチームの選手を呼んで、一応こう、一緒になだめていくとかですね。そういった形でしかないんですけれども、これはその、環境に対する、意義とかとは違いまして、非常にこう、攻撃的な、このサッカーとしての品位を下げるような、行為ですので、一応これも退場ということに値します。ですので、乱暴な行為も良くないですけれども、こういったこう、相手を攻撃するような、害を与えるような、そういう言動は、できるだけやってほしくないということでありますので、ぜひ、冷静に、試合中冷静になれというのは難しいかもしれませんけれども、
嫌なプレーで相手をリスペクトしながら試合をやってほしいですということで、一応会場に関しては、まあこれだけです。で、次に、今度ですね。2019年シーズン、20シーズンからですね、指定されたものとして、チーム役員。チーム役員というのはどういう方かというと、メンバー用紙。まあ、現在の言葉で言うとチームリストなんですけれども、そこに記載された先発メンバーや交代要員以外の、まあ、スタッフのことですね。それをチーム役員と言います。で、チーム役員は一般的にはまあ、監督がいて、コーチがいて、あとメディカルスタッフ。まあ、治療の時にですね、こう、ベンチからダーッと走ってきて、こういうカバンをこう、イエスタそういったと持ってくる、その、まあ、ドクターですかね、そういった方が、まあ、メディカルスタッフなんですけれども、あと、まあ、たまに通訳っていうのも、外国人監督がいるチームには、まあ、いますね。で、そういった方が登録されていると、その方々はチーム役員となります。で、そのチーム役員に対しては、以前は、まあ、一発退場ということで、退席処分のみだった。が、それが、こう、2019年シーズンの、競技規則には、注意、警告、退場という、まあ、3つの項目を、設けて対処するようになりました。で、いくつか何回か前にまあ、表を作ったんですが、競技者、つまりフィールドでこうプレーする選手たち、また交代要員、まあ、ベンチで控えに入っている選手たちには、注意という、こういったマナーというか、対処の処分というんでしょうかね。それは、明文はありません。ので、チーム役員に対してのみ注意という、項目あります。で、注意には、その注意としてのカードはありません。警告は黄色、退場は赤ですけれども、まあ、そこでグリーンカードを使わなきゃいけませんので、一応、注意は口頭だけです。で、あとですね、ちょっとまあ、そのチーム役員だけと言いましたけれども、まあ、後々お話ししようかと思ったんですけど、その、ゴールキーパーが、まあ、PK の時に、のみ、注意ということがあります。ので、一応それだけ、この段階ではあるんだなってだけ思っていただければ結構ですので、一応まあ、基本はチーム役員だけの規定ですが、一応ゴールキーパーにも PK の場面では注意という、まあ、一応、段階も一応明文化されてますので、まあ、後々それはその PK のところでお話しします。ここで言ってしまうと、ちょっともう他の項目の時間がなくなってしまいますので、一応、ま、ここで、ありますよというだけ覚えておいてください。で、あとですね。まあ、クエスチョンということで、ベンチでカード相当の、まあ、不正行為や、まあ、反則行為があったけれども、誰だっけ？どの方だっけ？誰かを特定できない場合、どうなるんでしょう？どうするんでしょう？ということなんですけれども、ダンさんいかがでしょうか？あれ、誰か言ったな、誰だっけな、っていう場合。まあ、そのなんかこう、際はやっぱり副審とか、そのサポートの審判の方に頼るとか、そういった場合が考えられるかなと思うんですけども。そうですね。そこで頼りたいんですよ。その、副審も第4の審判もわからないって言ったら。でも、こっちからなんかやってたな、言ってたなっていうのが、まあ、わかる。でも、誰がっていうのが特定できない場合なんですけれども、こういった場合は、いわゆるその、まあ、使用者責任と言いましょうか、一番トップの方、監督さんが、その、まあ、処分を受けることになる。ですので、まあ、最終的なそのチームを、まあ、統括管理する責任者が、まあ、責任を取ってください。まあ、でも、うやむやになってしまってっていうところを多分、なんとかしたかった。確定なのかなっていう、感じてますので、まあ、警告を与えないわけもいかないですからね。これでよっぽど広い言葉があったのに、それを不問に付すのでは、ちょっとやはり良くないということで、まあ、ベンチの、まあ、統括する管理者としての監督に、まあ、その対応を、まあ、しようということになったんだと思うんですね。で、あと、まあ、例えば、交代要員にしてもそうですし、その、ベンチの中での、まあ、
特定できない場合は全部監督が追うということですね。監督さんが今度は逆にその自分のベンチ内をしっかりコントロールして、そういう事態が起きないようにしていただきたいということでお願いします。でですね、4番目で審判するときに、ちょっと気に入ってほしいなっていうことがありますので、一応その辺だけお話ししてみたいなと。で、この、そうですね、カードを出すってことは非常にこう、なんていうんでしょうね、あまり、審判員としてはこう、消極的と言いましょうかですね、できるだけこう、出さない方向で試合を進めたいというのも、ありますし、これもやはりこう、でも出すべき時には出さなきゃいけないっていうのもあるんですね。結局、その審判が、その試合でこう、試されている。その審判の基準は何なのかっていうのを、この試合で示さないといけないので、一番いいのはノーカードでフェアにプレーが進められて終わるのが一番いいんですけれども、まず、大事なのはその事象のプレー、もしくは反則行為の、その事実をしっかりと、見極めること、認識していることが大事になってきます。なので、自分の視野の中で、そのプレーが、自分自身を認識していくことが一番大事です。正確な技術の把握と、で、今度はやっぱりこう、審判団同士の、やっぱ協力ですね。で、副審と第4の審判員というのは、主審を援助するっていうのがもう、明文化でこう、義務として、責務として書かれているので、どれだけ主審は副審や第4の審判員に、協力を得られるか。逆に言えば主審に対して、副審や第4の審判員がどれだけの協力ができるのか。これはもう、その経験年数とかで、経験の試合数、様々なその、どんな場を踏んだのか、どんな経験をしたのか、いろいろこう、そういったこともありますので、非常にこう、難しい場面です。で、我々のレベルでは、初めての審判員の方と、一緒にセットになったりすることもあるので、どの程度の、経験の持ち主なのか、もしくは、どういった形で協力してくれるのか、非常にこう、未知数な試合もあります。ですので、打ち合わせの時間もそんなに多くはありませんので、こういったことが情報として教えてくれよね。そういったか、あの感じで、お願いをしたりですね。双方が協力し合って、いいジャッジができるようにしてほしいというのもあります。で、どこを見てくださいね。こちらからちょっと見えづらいので、副審の方からこの点を、この部分を見てくださいねとかですね。そういったのを、お話ししていいのかなと思います。あと、単なるファウル、つまり不用意なファウルなのか、あと、カードが必要なほどの無謀なファウルなのか、過剰な力で犯したファウルなのかを、その瞬時で判断しなきゃいけませんので、その辺も、いろいろと経験があり、必要かと思われます。で、あと、最も肝心なのはですね、警告退場を与える一つの対象者を間違えないこと。これを間違えてしまうと、その試合が、いわゆる成立しないことになる可能性もありますので、しっかりとそれはもう、間違えないようにしてほしいですね。絶対に間違えないでという言い方をするときついですけども、本当にもう間違えないようにしてください。なので、その辺ですね。あと、退場者が出た場合の扱い方、取り扱いですね。まずもうベンチにはいられませんので、大きなスタジアムであれば、更衣室に帰ってくださいとは言えるんですけども、我々がやる試合の会場というのはそういったものがないところもありますし、あと、河川敷でやる場合もあります。そういった場合にどこに移動させるのが、ふさわしいのかっていうのも、ミーティングの時に、チームの方とかですね、あと、本部役員と話し合った上で決めていっていただきたいということですので、まず早めに来たら、その会場の周辺を見て、自分なりにいろいろとこう、イメージトレーニングをしていただくといいかなと思っております。で、また退場していく間の過程もですね、ずっと、目で追っていく。例えば途中でペットボトルを蹴るとか、ベンチを蹴る。あるいは、相手チームにこう、
危害を加えるような行為をするとかですね、様々な場合がありますので、この辺もちょっと最後まで残り完了1する、分です。準備が完了するまでやっていただきたいということであります。で、試合後はですね、いろいろこれに関しての手続きがあるんですけれども、ちょっと時間が間もなく、迫ってまいりましたので、ここで途中で留めておきまして、次回はこの会場に関しての、手続きの続きから始めてまいります。この番組ではですね、ご質問なりご感想をお待ちしております。FM 技能欄までお寄せください。では本日はこれで失礼いたします。ありがとうございます。